東京ときめきチャンネル。いつもはおろしてるけど、たまにあげてるのがいつも見てない雰囲気が私はあげてる人が好きですね。個人的にちょっとチャラい子が結構タイプな部分、やんちゃっぽい子が好きなので、なんかやんちゃ感みたいな感じ。あげてる男子。それは理由は、なんか長くて不潔そうなのは嫌だ。下ろしてる男子、影のある男みたいな一番いいのは普段あげてる人がたまに下ろす時ですね。あー、なるほど。あげてる男子、なんか誠実そうな感じに見えるから下ろしてる男子です。それは何で？ヤンの方が若く見えてかっこいい。同じく下ろす方が好きです。で、できればこう分けてる方が私は、はい、好きです。上げてる男子。それは何で？なんで？なんで？なんかそっちの方がいい。え、上げてる男子。なんで？まあ、かっこいい人が基本上げてる人が多いんで。下ろしてる男子。なんかかっこいい人って大抵下ろしてるから。下ろしてる方が好きです。目が隠れてるとかっこよく見える。下ろしてる方です。なんか上げてるとワイルド感があって私はあんまり好きじゃない。あ、しかもちょっとこうかかってる方がミステリアスな感じでいいです。どちらかといったら上げてる。下げてたら男性なのにちょっと髪に気使ってる感が、私はなんかそんなに気使わなくていいかなって思ってる派なので、だったらそんなに気使わずにバッて上げてた方がいいかなみたいな。動画の下の概要欄からチャンネル登録お願いします。韓国かヨーロッパ、ロシアあたりか、スイスとかフランスとか。東京ミックスドリンク、ハミングス。